どうも皆さん、こんにちは。本日の動画は、こちら、ビートレインショーティー、小田急電鉄4000型4両セットを開封していきたいと思います。ではね、早速ね、開封していきたいと思います。はい、というわけで、開きました。こんな感じでパーツが入っています。今からね、ちょっとね、一つずつね、見ていきたいと思います。これから見てみましょうか。はい、こちらガラスと、台車のパーツと、あとこちら台車の、足回りの、パーツでございますね。で、あとスカートですね。あとこちら、先頭車の、屋根です。これが先頭の側面ですね。こんな感じでございます。で、こちら顔ですね。ライトは確かスカートと多分つながってるのか、それともシールなのかもしれませんね。で、なんかちょっとね、都営新宿線の顔にちょっとなんか似てますね。ちょっとね、都営新宿線の顔とちょっと比較してみたいと思います。なんかちょっと似たような気がするんですけど、ちょっと気のせいかもしれませんけど、なんか少し都営新宿線の13匹型、予備車の顔になんか似ていたような感じに見えました。こんな感じでございます。じゃあこれ見ましょう。失礼しました。これが中間車のあれパンダグラフなし とパンダグラフありの、屋根ですね。中間車のこの側面の。でこちらが台車の作る側で、こちらも同様に、レリーフですね。台車の足回りという感じの感じになります。こちらを見ていきたいと思います。こちらもあれですね。こちらもあれですね。中間車のあれパンダグラフありとパンダグラフなしの屋根ですね。ちょっと見ていただきます。こちらです。すいません。これが先頭の屋根と、あとスカートですね。スカート。あとはこんな感じのあれと、スカートもなんか東急5000系に少し似たような感じのスカートですね。東急5000系のスカートと比較してみたいと思います。こんな感じですね。なんか少し似たような感じのスカートですね。気のせいかもしれませんね。一応なんか東急5000系に似たようなスカートだと思いました。ではね、早速ね、今からね、ちょっとね、組み立てていきたいと思います。次にですね、こちら、取得していた、シールの膜を紹介していきたいと思います。シールの行き先はですね、新宿、藤沢、唐木田、片瀬、江ノ島と、じゃあ千代田線持ってますね。綾瀬、本厚木、町田、新松戸、大野、代々木上原ですね。やっぱり千代田線持ってるんで、あれですね、綾瀬行きにしましょうかな。代々木上原や片瀬、江ノ島、唐木田、藤沢もいいですね。とりあえず今日は、あれです。今回は、綾瀬行きにします。じゃあ早速ね、組み立てていきたいと思います。はい、というわけでね、こんな感じで完成しました。前面の方向膜の次は順急綾瀬行きにしました。次にですね、僕が持ってた、小田急8000型と比較していきたいと思います。こちらが小田急8000型で、それで今日買ったのが4000型です。やっぱり違いますね。4000型と8000型の顔が違います。4000型は長田線とか地下鉄線に直通するんですけど、8000型は直通しないっていうのが違うところですね。というわけでね、あと1000系とか3000系とかそういう系はあればそうなんですよ。そういう系は買うかわかんないんで、すいません。買った時にはデビューしてみたいと思います。というわけで、以上、ビートレインショーティー小田急電鉄4000型4両セットを開封しましたでした。それじゃあ、バイバイ。